さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、しばきです。で、今ここにいる男性がちゃんたまです。ちゃんたまです。で、結婚会は何でやろう。何が結婚会なんだ。結婚会じゃねえんだよ、これは。今回は結婚会ではなくてちゃんかまーの、あ、そう、ぎこちゃんですね、よろしくお願いします。爆絶感謝マルチガチャ、はい、やってないんだよね。やってない。前回やるって言ったんだけど、その時ちゃんかまーの社会的になんかこうね、良くなるっていうことがあって、もう遅くなっちゃったね。はい、そう、なんで今回はちょっとカッコつけてなんかレザー着てるけど、これまだモザイクだよね。モザイク、モザイクだよね。今もうごめん、申し訳ない、申し訳ない、俺の変顔で許して。はい、行くよ。はいはい、これでついたんで、もう今これでもう俺だから、はい、もう今はもうそのまま、はい、そうなってるから、はい、ということで今回はちょっとやっていいことなのかちょっと分かんないんだけどさ、俺たちそのどうしてもチャンカマーに強くなってほしくて、うん、ほぼ、まあ、ほぼっていうか向かって出てるんでずっとね、うん、なので今回はちょっと端末用意して、はい、私のね新規アカウントを作って、はい、爆絶感謝マルチガチャをお手伝いさせていただきたいと思います。お願いします。じゃあ早速、はい、見ていきたいと思うんですが、ちゃんかまー、おじさん何が欲しいんだ。うーん、何でも当たるよ。マナが欲しい。マナが欲しい、うん、それぞれが属性選べるんだけど、うん、俺たち全員被害ってこと。でも他のやつもね、うん、ないからちょっと欲しい、うん、正直。あ、そう、火が足りないのね、うん、じゃあ全員火でいく。おー、他のさん、いいよそれで、あなたが選ぶんだよ。いやでも他のやつも欲しい。欲張っちゃえ。火じゃなくて、うん、じゃあ何が言ったら指定してよ。じゃあ自分は何。え、俺は火でやる。火でやる、うん、じゃあ俺はどうすればいい。2個あるけど、水1個、水、うん、もう1個は木かな。木、うん、そして、俺の人は何にしようか。光にしようか。光、うん、光、了解。じゃあ俺木と水でいいのね、うん、了解。じゃあ早速ガチャっていう画面を開いていただいて、はい、はい、で、はい、マルチでガチャる、うん、ここね、うん、そして、右上の合言葉設定。合言葉設定、はい、うん、ここは今ミクシーっていう形になってると思うんですけど、うん、ここはちょっと私指定させてください。はい、072の方でやらせていただきます、はい、うん、ありました。じゃあ名前はダダン、ターボ。なんかターボっぽいっすね。まあいいや、うん、じゃあ俺ちょっと入っていいですか。どうぞ。じゃあ入ります。まず1人目入りますね。はい、シゲオ。お、はい、もうなんか揉めてる。あ、まあいいや、なんでもない。じゃあちょっと、じゃあ最後の1段また入りますね。はい、あ、です。この流れ何にも関係ないんですけど、はい、P 入ってると思うんでね、さっきのね、あんま読まないでくださいね、 P 入れるのめんどくさいんでね、はいはいはい、なるほど。じゃあこれでチャンカマーが欲しいのはマナ。マナって言ってるけど、あなた、私たちは、俺は木と水でいいんだよね、うん、で光でいいでしょ。いいの、本当にいいのね。いい、マナ狙わなくていいのね、うん、火2つ強くていいの。いい、大丈夫、分かった。じゃあオッパー閉めてくれ。おい、はーい、じゃあ火を選んで、俺は水と木でいいんですよね。そうです。水とこっちは木だ、うん、チャンカマー見ちゃダメだよ、俺としても。ああ、じゃあまず、そうまず俺たちから引くか、うん、ああ、そうする、そうしよっか、うん、じゃあまず俺のこの一端末目いきますね。はい、でまだ皆さん、うん、見ない、はい、うん、よいしょ。で結果はちょっとスクショして、うん、あの皆さんに共有しますんで、ちょっとお待ちくださいね。はい、うんうんうん、ふむふむ、なるほど、はい、うん、なるほどね。そう、これまだ見せられないんで見せておきますね。はい、はい、じゃあ私もう一端末いきます。はい、こちらの方で、はい、よいしょ。見ないよ、見ないよ。うん、オケ丸、これが木だね。なるほど、ほう、ほう、なるほどね、ほう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 、うん、じゃあ下平さんお願いします。じゃあ光で、はい、光ですよ。じゃあこれ結果スクショするだけでいいでしょ。はい、はい、光でいきますよ。何が当たるかな。いいの当たるといいね、無課金だから本当に欲しいじゃん、うん、欲しい。何が当たるかな。終わったら教えてください。うん、なんだ、ほっていうのは気になるじゃねえか。なんだ、はい、取りましたか。はい、取りました。じゃあ、ちゃんかま、いきます。はい、まあ、なかなかこれマナー当たることはいけないと思うんですが、どうぞ。はい、
ノーウェイ。マジか。あー、まあニューはいっぱいついてるけども、俺だったら、うん、2人目のザビエルかな。これかな。そう、これが、うん、ね、マリシテン回に強いから極論2で使います、うん、おお。じゃあちょっと先を見据えてザビエルに。本当に打診面はいいの。キンキの極で使いますよ。めちゃくちゃ強いよ、キンキの極で。迷うわそこ。悩ませる。ザビエルか、うん、打診面だと思う。打診面は本当キンキの極の途中でめちゃくちゃ使えるから、そいつはちょっと微妙だな。微妙なんだ。それ俺も思ってるんですよ。微妙。そう、どっちかだもん、本当に。近畿、近畿の動きやるんだったら打診弁、うん、玉露2をやるんだったらザビエル、うん、トータルで使えるのはどっちも同じぐらいのレベルです。じゃあちょっと、まあ、優先順位で考えるって感じかな。難しいんだけどね、うん、どっちをやるかによる。じゃあちょっと簡単な方でザビエルで。ザビエルで、はい、了解了解、はい、じゃあ選んでいただいて、ね、はい、キャラにする。よいしょ。はいはいはい、ラビエルゲットでございます。おめでとうございます。ありがとうございます。限定は出なかったね。出なかった。うん。そんな感じね。はい、次、じゃあ、はい、私の1個目のやついきますね。はい。あ、進化、そうか、進化、神化すねか。さっきなすもんね。じゃあなんで進化まで出てくるんだろうね、一回ね。そうだね。本当だね。どっちか分かってんだよ。はい、じゃあ置いていただいて。はい。じゃあ、私のやつを見てください。はい。先に見るね。うん。うわー、微妙。どうぞ。おお、あなたが手に入るんですよ。だけどこれ、五右衛門が欲しいな。五右衛門じゃねえね。丸族なんだよ、それ五右衛門じゃねえんだよな。違うか、違うか。丸族なんだよな。え、これ、どれが使える？持ってるの、どれ？全部持ってない。持ってないの？うん。神殿やるんだったら、一、うん、番目の葛飾北斎、水の時の間、超強いです、この子は。侍キラーなんで、ボス侍なんで。おー、なるほど。はたまた、うん、蓬莱やるんだったら2番目の摂取、これはめちゃくちゃ強い。水属性キラーでアンチダメージ俺です。おー、水属性キラーは強い。あ、でしかも、うん、SS は強いですね。あ、これ号令です。あの、激種変化して、うん、おー、これ使えそう。そう、強いんですよ。じゃあこれがいい。え、早いのまあいいや、いや、まあでも摂取摂取でいいと思う。うん、うん、じゃあこのキャラ、じゃあこのキャラにするで。はい、下平さん、じゃあ光の方のです。あー、これはまあ、悪くないっしょ。待って、ブリエル持ってる？持ってる。あ、持ってるか。持ってんのか。これじゃないの、今。サッキバス微妙だよ、やめた方がいいよ。そうだ、サッキバスやめた方がいいよ。だけど持ってる。フォルテ N アギムラはこれ、あー、そうそうそう、不動明界で一番強い。うん、フォルテがね、結構もう新しい。ただ、どうなの、これ持ってない。ウリエルは本当にいらないの。うん、ウリエル持ってる。行ったらいいでしょ。うん、本当に行ったらいいよ。限定キャラクターですよ、一応。でもこれ新しいから欲しい。あ、まあ確かにね、ホルデーなんていうのがいいかもしれない。決めてポチッとしていただいて、うん、じゃあもうこれで、それで重心感覚大丈夫。え、一個右、これ持ってる、これ、これフィリップ・ハルミツのモンストブラジテネス。あ、持ってない。これもう重心から強いキャラだよ。あ、じゃあこっちにする。あ、こっちかい。もう優柔不断じゃん、もう、うん、重心かキャラ2体だからね、ウリエルと、うん、そのフィリップ・ハルミツ2体だからね。どっちでも、まあでも、ね、これでいいんじゃない。それでいく、うん、まあ、まあまあ強いですから、ね、まあ持ってんだったらね、うん、じゃあこれで、はい、じゃあそれ、はい、はい、水なんですが、こちらルリ、毛利元就、ロミオ重心化、うん、マルコポーロ、して最後は、これラプンツェル、うんうん、唯一の重心化は真ん中のロミオです。ロミオ持ってる。ロミオ持ってる。持ってるか。うん、ラプンツェルも持ってる。モーリー元就。持ってない。これはイザナミ海の特攻キャラです。これはね。これのこっちじゃない方。進化の方が神キラー M 持ってる貫通なんで、かなりこれで楽になる。イザナミ海はね。ただロミオ2体目いてもいい。あのラグナロクとかクリアできるんで。で、このマルコポーロに関してはドラゴンキラーがついてる方があるんですよ、うんうん、マルコポーロ進化はドラゴンキラー持ってるので遊戯場、うん、やめきの遊戯場の途中のとこで使えるとこが1箇所ある、うんうんうん、くらい。さあ何にするか。ラプンツェルは塔で使える、うん、アシャの塔、うん、そうだね、これかな。おー、そう、マルコポーロでいく、うん、なんでその心は。いや、なんかキャラがいいじゃん。あ、そう、見た目、まあ確かに見た目可愛らしい、うんうん、じゃあこれでいきますか、うん、じゃあこれで自分通していただいて、はい、
スペースセレブマルコポーロケットですね。ありがとうございます。名前がすごいの。はい、ということでチャンカバン、いろんなキャラクターをゲットしたわけですけども、早速受け取っていただいて、はい、はい、からおそらくプレゼントに届いてると思います。おー、そう、はい、すごい、あ、来てる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 、アンメさんが、シゲオさんが選んだけど、あの、私ですからね、偽物だから気をつけてシゲオさん、はい、受け取っていただいて、まあ、ターボーさんが選んだけど、はい、これでもいいよな、やっぱりな、で、改めて、アブリさんが、うん、はい、はい、ということで、はい、チャカバ、はい、今日はありがとうございました。いえ、こちらこそ、ありがとうございます。最後に、はい、ですけども、こちらここに1本のバナナが存在するわけですが、こちらを10秒以内に面白いネタを考えていただきたくて、なので、これで締めていただきたいと思います。しぼひげさんに、はい、ってことは3、2、1、どうぞ。それ明日の俺の朝ごはんなんだけど、ごちそうさまでした。